右ピッチャーでもってないです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお願いします。実況は三沢大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。さあ、今のとこ先制点をどちらのチームが取っているのか、ね、注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。タイムだったんだろうか。先制点が欲しい両チームの攻防です。これが初球。すげえ曲がるな。すごくない。あんなサークルチェンジ落ちてくるんだ。すげえ様子見外れました。入れ込んできますね。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。めっちゃ散らばしてくるな。外のストレートわずかに外れてボール、まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球を見極めたいですね。よし、よく見極めました。よく見た俺、よく見た俺。ランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。今のちょっと褒めてほしい、はい、そうですよね。バッターは2番に入っている外。すげーストライクゾーンを入れてくる。フォアボールのランナーが出ています。引っ張った、サード取った、はい、送球する。送りバントだと思ってもらいたい。そして打席にはビシエドが送りバントだと思ってください。今のになりましたが、一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。微妙なところをもうちょっと落ちてくるのかと思ったのに、危ない球です。さあどの辺。うわ嘘嘘嘘、今の入ってんの。うわ自信持って見逃したわ。さあそしてバッターボックスにはカブレラが入ります。今の柳田選手だったらボールやーって言ってますよね。あれしっかり繋げて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。ちょっとあのストライクゾーンのまだ把握がね全然俺できないんですけど、リアタイ6年プロスピやってますが、あのリアタイほとんどやってなくて、今年から YouTube をね始めたんですけど、それからなんですよね。はい、セカンドに行ったんですけども、まあ残塁っていうことで、多分残塁数で言ったら多分これあの日本屈指のトップレベル行くんじゃないかなと思います。まあそんなに塁にも出てねえか。はい、すみませんでした。さあ丸選手、最初は変化球できました。ストライクです。今日はガルベス、ガルベスだね。ですよね。今バッターは2番に、ガーンはね俺も抜けたと思った。俺も確かに今のは抜けたと思ったけど抜けなかったね。なんかビップさんがねあのガルベス強いって動画上げてくれてて、当たった時嬉しかったんですけど、ボール外人でやろうって決めて、ピッチャーがねやっぱなかなか当たんないっていうか、そのオール外人ってなかなかねあの選手が出ないから、インサイド見送っています。なかなかきついんですよね。センターがねもうあやばいかな。わずかに右に切りました。ファールボール。センタークロマティが欲しいですよね。やっぱ世代としてはねあのクロマティってこれ年がバレちゃうかもしれないですけど、クロマティ世代って言ったらそんなこともないんですけど、もう少し若いかな。指名打者のウッズ、ライオンズ得点に動きはありません。ちょっと当たって嬉しかったんですが、ああ甘かったな、甘かったな。見極めはね、みんなの回転で見極めるってなんかYouTube とかで言ってるじゃないですか。どうやって回転で見極めるんだろうって思って見えないですよ回転。見えるのかな。まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。見えるんですかね。 iPhone だから見えないのか、目が悪いのか。一塁送球、目が悪いのかな。バッターは7番に入っている。みんな回転でねその球種で大体こう分かるっつって、分かんないっすよね。分かりますか。ちょっと全然分かんなくて、ここインサイド落ちました。うわ甘かった今の球。次が3球目いったんじゃない。あれ出す、マルティネス、久しぶりのありがとう。なんかさらっと行かれたけど、久しぶりのマルティネスですよ今。ちょっと緩いボールで来ました。改めてお確定演出でしたね。しかも入ってた、入らないかなって見逃したのに入ってた。いわゆるホームランバッターですね。そうですか。サイドからカット、
ワンボールツーストライクです。カット。ボールカウントはワンボールツーストライクです。またファウル。まあここは際どいところも当てていかないといけませんね。引っ張った。ここもファウルです。ツーラーブスがマスビかな。打ちました。一人だった。ランナー出ました。セーブライオンズです。ツーアウトランナー一塁。ガーンってそんな。バッターは9番に入っているローズ。そのショック受けんだ。ヒットでランナーを一塁に置いています。センター今ローズなんですよね。あちゃあ、ね、ローズかクロマティが来た時にはちょっと本気で取りに行きたい。あ、全然違うと思った。したかったですね。取り行きたいなとは思うんですが、うそ、うそ、絶対入ってボールや。今の絶対ボールや。今のはボールや。ボールでしょう今のは。ちょっとね、今5連敗中なのでここはちょっと勝ち切りたい。勝ち切りたいのでちょっとね、せっかくもうブラジンガーボール先行です。3球目は何で来るか。インサイド変化球外れます。ストライクが入りません。やばい。ここは1球見ました。危なかった。マルテ君、高めの球ストライクになります。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。マルテ君ムービング、打ちました。ワンバウンド、引っ掛かりました。先頭バッターを出してしまいました。諦めない気持ち、諦めない気持ちなんですけども、ちょっとここは勝ちたい。久しぶりにね、守護神出そうかなと思います。ライオンズずっとね、一塁に同点のランナー。負け試合だったんでビエラ投げてません。全然全然投げてません。ビエラ投げてないので久しぶりに投げさせなきゃ。ちょっとね、ゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。投げましょう。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。内へ曲げてきました。落とすと思われていると思います。落とすと見せかけて打ち上げた。うそ、うまいな。センター前ヒット。マジかマジか。ちょっと今日は勝ちたいよ。今回は鈴木が入っています。嫌なバッターが出てきますから気を抜けません。打ち上げました。すごくない、センター返し3回。上手上手。そんなことある、そんなことありますか。まずいです。大ピンチ大ピンチ。ノーアウト満塁、ノーアウト満塁ですよ。バッターボックスには代打の大島。そんなことある。大歓声を背に打席に立ちます。さあ、ニサ、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね。ここで決めたいですよね。ちょっと黙っちゃった。そうですね、この起用に応えたい。外のボール打った。うわ、きっちり仕事するな。おいそんなにあれですか、上手だな。タイミングよくね、低めにボールを集めるのがやっぱり一番いいと思うんですね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。あ、またか。ねえ、せっかくホームラン打ってたんですが、もうホームランしかないんですよね。内に持ってきました。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、ストレート打った。ちょっと守りきて2アウト。シャーって、もうずっとシャー言うとこの人。さあ、土壇場で同点に追いつかれ、なおも一打サヨナラのチャンスを迎えています。さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。ファウルです。くるね、ボールになってもいい。変化球打った。フェアなんかい。劇的なピッチャーの最後はタイムリーでサヨナラ。マジかマジかマジか、嘘でしょ、マジか、嘘。いや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 、キッチャン3連打がやばかったっすね。 RP さん、ありがとうございました。いや、うまかった3連打。ちょっとありがとうございましたってちょっと言えなかったんですけど、すいません、ありがとうございました。せっかく打ったのにね。マルティネス、ありがとうございました。